今日はですね、珍しく観光に行ってきました。長野県にある日本最長の宿場町、奈良井宿を見ていこうと思います。奈良井宿は名前の通り長仙道沿いにある宿場町なのですが、その長さがなんと約1キロも続く日本最長の宿場町として知られています。そして長仙道69継ぎというのは合計69の宿場町があるということなのですが、この奈良井宿は江戸側から34継ぎ、京側から34継ぎとちょうど中間にあります。さらにこの先は鳥居峠という長仙道最大の難所を控えているので、その峠越えに備える要所でもあったんですね。そんな事情もあり、当時は非常に賑わいのある宿場町だったそうです。江戸から明治時代の建物が数多く残っており、重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。古物を扱うという仕事柄、少しでも目を養えたらいいなと思っています。それでは行きましょう。ちなみにですが、この先スタンプラリーがあると思い込んでいたので、こんなね、端っこに押してしまいました。まずは画面右下のパーキングに車を停めました。ここは無料なので止められたらラッキーですね。そして最初の目的地は地下歩道を渡った先にある右上の200地蔵です。この日は本当に良い天気でとても気持ちが良かったですね。ここがパーキングのすぐ上にある地下歩道です。すごいね、水が流れてましたね。ここを通った先を右に進むと200地蔵ですね。はい、八幡宮に到着しました。ここを登った先に200地蔵があります。なかなかの急勾配だったので最初に来て正解でした。こういった鈴を見ると反射的にお祈りがしたくなります。正しい作法としては最初にお賽銭を入れるそうですね。立派な鈴ですね。樹齢数百年と言われる杉の木を見たら、いよいよ200地蔵の登場です。バラエティ豊かな地蔵群です。一つ一つしっかりと見比べたくなりました。完全にスピリチュアルというのですが、何か後ろ姿も撮ってくれと言われた気がしたのです。不思議ですね。200地蔵の次はいよいよメインロードを横断します。雰囲気的に休みのお店が多い気がしました。もしかしたら来る曜日を間違えたのかもしれないのですが、伝統的建造物群を見に来たので逆に良かったのかもしれません。実はですね、当日の朝に思いつきでやってきたので、滞在時間は1時間程度という弾丸スケジュールでした。次回行くことがあれば資料館も併設しているというとっくり屋で蕎麦と五平餅が食べたいなと目論んでいます。それでは最後に豆知識のコーナーです。長仙道69継ぎの次というのは一体どんな意味か分かりますでしょうか。正解は次替えです。馬や人足の交代のことです。実は僕も今知ったところです。いよいよメインロードの端の方まで歩いてきました。そろそろ帰りましょう。
帰りは来た道を戻るのではなく、線路脇をのんびりと歩くことにしました。全くの偶然だったのですが、今回の仕入れの中に中山道について書かれた古書が出てきました。当時はね、こんな、道だったのかもしれないですね。すごいですね。せっかくいい本が出てきたのですが、その後はですね、すべて、文字なので、ちょっとね、これもゆっくりとね、解読しながら、読んでいったらね、もしかしたらね、面白い内容かもしれないですね。はい、今月も、仕入れてきました。はい、今日は、まあ、今回はですね、あんまりこうヤフオクを考えずに買ってきまして、あんまりこう紹介できるものはないのかなと思うんですが、なんですかね、ちょっとだけ 見ますかね、人生で初めて、甲冑を買いました。鎧、甲冑ですよね。で、途中でもうお金を使い果たしてしまって、途中で帰るというねそんな日でしたね。あと個人的にこんなのがあったので、使えるかちょっと、まあ多分使えないってことはないと思うんですけど、よいしょ冷風機をね、ちょっと個人的に買ってしまいましたね。これで多少でもね、涼しくなるといいなと思っています。あとですね、ここの、凍らせた保冷剤を入れてって書いてあるんですけども、うちパルシステム使ってて、毎回ですね、ドライアイスが来るんですよね。で、その使い道がなくてもったいないなと思っていたので、そんな形でね、使えたらいいなと思っています。で、今日もこれから、お掃除をするんですが、その中でね、何か、紹介できそうなものがあれば、取っていきたいと思います。もうこれ、家の中のね、コップ洗うブラシを一つ犠牲にしてですね、花瓶を洗っていますね。夏にね、涼しげな花瓶がいくつかね、買うことができたので、ここにずらっと並んでるんですが、ここら辺にね、ずらっと並んでいますが、ここら辺を洗ってですね、ここら辺を、ヤフオクにね、出していこうかなと思っています。ここら辺は多分ほとんど使った形跡ないんですが、こういったちょっと派手なやつはね、もう使って汚いんで洗わないといけないですよね。市場に洗うのがこれ難しいですね。あと何でしょう、一応ここは野外なんで、キャンプ用のね、洗剤をしっかりと、使って、まあ、極力石鹸は使わないんですが、どうしてもね、取れないところだけはこのキャンプ用の石鹸を使ってね、洗っていきたいと思っています。まあ、ただ簡易清掃なんでね、買った方はまたご自身で気に入らなければまた洗い直していただければなと思っています。よろしくお願いします。結構可愛いですよね。ここら辺結構古い、なんていうんですかね、今のと違ってやっぱ分厚いですよね、ガラスがね。なんか、田島クリスタルって書いてますね。後でちょっと調べてみます。なんかみんな履いてるズボンの色が違うんですよね。別人ですかね。今一生懸命、綺麗にね、拭きましたね。なんか謎の、全然ね、書いてないんですよ、何にも。
謎なんですが、ちょっとねデザインが可愛いですね。こんな感じで3つセットのトレイですね。